皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今激しい雨が降っています。したがいましてノイズがこのマイクを通して入っていますが、ご容赦ください。で、今日は久しぶりにカメラ屋さん、家電メーカー、チェーン店なんですけれども、その中にあるカメラやカタログを見させてもらいました。で、今まで気づかなかったんですけども、そのショップに展示してある写真ってこうずっとこう様々な形で展示されてるんですけども、それを撮られたのが店員さんだったっていうことに気づいてびっくりしました。大変上手なんですよね。カメラについての知識も豊富ですけれども、しっかり撮影技術も持っていらっしゃるということをね、今日は教えていただきました。ありがとうございます。このカメラやっぱりただものじゃないなっていう気がしますね。 APS-C だからこそっていう能力がありますよね。高速連続撮影、それから望遠レンズも小型軽量ですよね。もうこのカメラそのものがね、デザインも素晴らしいし、APS-C ならではのこう軽量なボディになっています。しかもこの AF がすごいですよね。ここまであるんですよ。これは APS-C ならではのね、特徴ではないかなと思うんですけれども、こういうところはね、一眼レフカメラの中でももうある意味頂点。今でも結構売れているようですし、後継機種の話題もありますけれども、ニコンは作らないかもしれないですね。極限の環境、決定的瞬間、絶対的な自信で静止画と動画を映し切るということですね。まあこのカメラについては以前お話しましたので、今日はお話しませんが、店員さんの話ではもうすでに予約が数台入っていると。ただ納品というか、いつお客様に届けられるのかわからない、そんなね、お話をされていました。まあニコンはもうガンガン作ってほしいですね。だってこれ作れば作るほどニコンの利益になるわけですから、思い切って Z9 に生産をシフトしてもいいんじゃないかなって私はね、個人的に思ったりしますけどね。いかがなんでしょうかね。 Z がここまで良くなってくると、この F マウント大好きおじさんもですね、やっぱり Z に対して欲しいなと思う気持ちも生まれるものですね。そんな状況の中で改めてこの DF を見直してみると、やっぱりいいなって、こういう楽しみはミラーレスにはないじゃないですか。シャッター音がもたらす心地よさや撮ることの喜び、撮影することの楽しさ、そういったものはやっぱり DF ですよね。で、最近この F マウントのレンズを使ってていいなと思うのは、ここにこうゴミがね、付着してもすぐ取れるんですよ。ここのラバーのところがすごくきめ細かいレンズってありますよね。あれってなかなかゴミが取れない。ニコンのレンズって基本的にこうゴミが取りやすいようになっていますね。これって結構大切な要素だと思いますよ。いつでも綺麗な状態で、使えるレンズ、
ゴミを心配しなくていいということですね。DF のデザインについては前にもお話ししましたけれども、実に美しくてプロダクトとしての魅力に満ち溢れてますよね。今 A モードになってます。シャッタースピードのダイヤルがあり、まあこんな感じですね。デザインに隙がない、プロダクトとしての美しさに満ちている、まあ、持つことの喜び、誇り、そういったものがありますね。これぶら下げてるだけでワクワクするカメラですよ。ただ使い込んでいくとね、ちょっとって感じるところも実はあるんですよ。例えば指導調整ダイヤルが簡単に動くんですよね。あれと思ったらこう動いていて調整しなければならないということがよくありますよ。これってもうガムテープでも貼り付けてやろうかと思うんですけど、なんとか止まらないのかなってね、ちょっと悔しいですね、ここはね。それからもう一つは SD カードがここに入れるようになっているんです。これはねちょっと面倒っすよね。できればこの D780 のようにこう横にカパッと開いて入れれるようになっていれば最高なんですけども、まあ気になるのはこの2点ぐらいですかね。あとは言うことないっすね。 AF1 のボタンありますね。それから横に AFL と AEL がありますけれども、ここ段差になってるんですよ。段差になってるんですよね。見てわかる通り。で、これ使いやすいですね。簡単にこうね、変更できますし、もう見なくてももう撮影中にチェックできますから、ダイヤルにしてもね、使いやすいですよね。配置もレイアウト、これも非常によくできてますからね。使えば使うほど馴染む。私はね、単焦点レンズ派ですから、ズームレンズは旅行に行くとき APS-C 富士フィルムのカメラを持っていくときに使うぐらいで、基本的には単焦点で撮影します。じゃあね、海外旅行に単焦点レンズを2本だけ持っていくとしたらどれを選びますか？海外旅行に単焦点2本。皆さんだったら何ミリをお持ちになりますか？2本だけだよ。3本はダメですよ。私はね、もうそれは決まってるんですよ。一つはこの50ミリ、これはね軽量コンパクトで長さもなくて扱いやすい、しかもフードがなくてもレンズが結構奥にあるもんですから全然必要ないですよ。多少雨降っても中に入ってこない。50ミリと一緒に持っていくもう一本のレンズは20ミリF1.8G にします。海外に行くと、例えば教会に入ると広大な空間があって、その空間ステンドグラスとかいろいろなものがありますよね。それを撮ろうとすると、まあ、50ミリとか35ミリではきついですよね。で、24ミリでも足りないっていうことがあるんですよ。で、よりオリジナリティを出したいと思ったら、やっぱり20ミリか広角のズームレンズが必要になります。そう考えると20ミリを持つのが無難です。例えばパリに旅行したとします。凱旋門を登りました。屋上に行きました。さあ、街並みを撮るぞ。50ミリでは無理ですよね。いや、無理っていうことはないんですけども、
この広い空間、街並み、パリの街並みを収めたいと思ったら20ミリがあればきれいに撮れるじゃないですか。ですからバッグの中に20ミリを入れといて、レンズを取り替えて撮影すればいいんですよ。あるいはもう街の中は20ミリを中心にして、必要に応じて50ミリに切り替える。ルーブル美術館に入ってすぐあの広い空間の中でこの全てを切り取ろうと思ったら広角が必要になります。そして例えばレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザ、ガラスに入ってますけどもね、モナリザの写真を撮ろうと思ったら20ミリでは無理ですから、50ミリに切り替えてシャッターを切ればいいじゃないですか。だから2本持っていく、20ミリ、50ミリがあればベスト。さあ皆さんはどう考えるでしょうかね。そんなこと考えねえよ、ズーム持ってっからっていう人が多いかもしれませんけれども、まあ私としては、まあ単焦点2本で、次いつ行けるか分かりません、利用してみたいと思っています。コロナ禍にならなければもうすでに台湾に行ってるんですよね。台湾で撮影しようと思って計画してたんですけど、コロナ禍になって行けなくなった。でその後は、私が主催している障害教育の皆様方を連れてオーストラリアに行く予定でした。希望者30名もいるんですよ。40代、50代、60代ですね。70代の方もいらっしゃったかもしれません。30人のおばさま方を引率してシドニーに行く。正直言ってね、ちょっと心配だったんですよ。でもコロナ禍によってそれが流れましたから、まあいいのか悪いのか分かりませんけれども、計画が出来上がってたんですよ。現地の知り合いの方に頼んでいただいて、文化交流ですね、向こうの現地の人との交流会、才能豊かな人が多いので、まあ、そういうのを発表したり、あるいは着物姿で登場していただいたりとか、楽しい交流会をしたり、まあ、シドニーのあのね、綺麗な植物園、きっと喜んでいただける教会や博物館、美術館を通ってフェリーに乗って動物園に行く。コアラを見ていただいて、今コアラ抱けませんよ。それにコアラを見るとこだけ別料金取りますからね。またフェリーに乗って今度はビーチに行く。でビーチ周辺のお店を散策したりして帰ってくるとか、まあ楽しい日程をいっぱい組んでたんですけどもね。で私はその間に撮影したいスポットも決まってますから、そこでバリバリ撮ってやるぞと思ってたんですけども、残念でございます。ということで、今日は雑談みたいなお話ですけれどもさせていただきました。ありがとう。